こんばんは。こんにちはか。こんにちは、ゆうかです。今日は毎日メイク、普段やってる毎日メイクをやっていきたいと思います。今日は音声だけ登場します。あきです。はい、じゃあやっていきます。じゃあ最初はまず、あ、化粧水だけ塗ってます。化粧水だけ塗ってて、眉毛とかは塗ってないので今からなんですけど、一番初めにこの私が使ってるのはラルシュポゼ、合ってるのストーンアップライトクリームを私は使ってます。ピンクのやつ、まあ、ちょっとピンクホワイトみたいな。で横でちょっとスタバを飲んでおります。美味しい。美味しいですか。クリスマス限定のフラペチーノ進め。じゃあ塗っていきます。マッセー、うん、ピン使うの。あ、ピン使おうかな、うん、しっかり自分でやるよな。すごい。まず塗ります。終わるんですけど、もう凝ってないので参考になるかマジで分かんないんですけど、あれね、もう何も使わへんのね、スポンジとかも。あ、使わない。もう手で。うん、もうオンリー手。オンリーハンド。オンリーハンドです。はい。で、全部塗れました。で、私、ティルティル。これのファンデーションです。で、私、厚塗りがマジで好きじゃないので、いつもこれはゆる塗りです。何笑ってんの。ねえ。ゆる塗りね。ゆる塗り。いきます。ほんまにでも崩れへんらしいです。こっち？うん、だけでいけてる。 OK、 はい、これです。 OK。 で、次はパウダーです。チャコットのホワイトパウダー使ってます。前はスックを使ってたんですけど、なくなって、で、どこにしようかなと思って、こう普通にプチプランとか歩いてたら、え、めっちゃいいやと思って、量多いから、で、チャコットを使い始めたんですけど、マジでいい。私は、ね、好きです。まだくなるんです。はい、こんな感じです。じゃあ次は眉毛を描いていきます。私も眉毛はマジで命。一番大事。あ、これはセザンヌの、アイブロウ4番アッシュブラウン。これ高校生の時からずっとこれ、うん、もうずっとこれ、なくなるまでこれ買い直してんな、ね、短くなる。もう、うん、ずっと買い直す。もう何年経ってもこれ。眉毛にで、あんまり濃く塗らないのがポイント。もう薄く、もうあんまりこう、なんていうの、重くこう、クッみたいな感じたりもして、うんうん、で、この6プラスっていうブラシで、うん、よくあるこのケイトの眉ブローで、この真ん中と、いや、わかるわ、真ん中とこの下の間、ミックスします。上は全然使わない。めっちゃわかる、それ。でもだからもう、ここ見てください。もう上全く使ってなくて、下の下ここだけ空いてるっていう。あるあるやと思う。濃くなったりもするから。でも今はちょっと髪色がそこまで明るくないから、濃くなってる、うん、んでいいかな。もうすごい、甘い毛命って言ってないじゃん。大雑把やな。大雑把でした。で、最後にもう一回このついてるあの筆で薄、一番薄いところを使ってこうなじませます。ポイント、それが、そこがポイント、私的ポイント。はい。で、眉毛は一応描けました。次、ここの鼻筋です。で、本当はなんかシェービング、うん、ハイライトとかを使うんですけども、うん、眉毛のやつでいきます。この私はまた真ん中を使います。はい。で、こんな部分に色を入れます。もうちょっと、はい。で、こんな入ってないか。手で、私は手でなじませます。こんな入ってない。
ちょっとだけ入ってる。全然わかるよ。生で見たら。で、次。この、クリオの、これ韓国語で何書いてるのかわからへんけど、クリオのこのハイライトで、汚っ。あるあるね、うん。このハイライト。ピンクで。有名ね。ピンク。で、ティールゾーン。このティールゾーンを塗ります。私、メイクそこまで上手い方じゃないから、合ってるのか間違ってるのかもわからへんけど。でもまあ、いつもどおり。光ってるとで次アイシャドウ塗っていくんですけど、アイシャドウはいつも絶対に2個以上は使います。おー、はい、まずこっちでも最近こっち、あ、お出かけ用はこっちで、仕事とかは全部こっちです、うん、でまずこれですよね。あ、何を塗ったかって、ですねこのこの4つ、ルナソルの何番だろう。スターシャワーアイズ05番。クローズオブナイトっていうやつなんですけど、多分これ一番ベーシックなやつかな。なんかプレゼントでもらいました。これを塗ります。まぶた全体に。はい、ちょっとこんな感じで、ここまで、上目まで塗ります。で、次に、二重ライン塗ってます。次に、この一番濃い、ここのアイシャドウで、目のこの部分。それも手でやんの？うん。あ、でもこれでもあれよね。多分二重幅が広いからできることよね。ここなんていうんですか？目の。二重幅じゃない？二重幅の黒に濃い黒を入れます。じゃないと、マジで、なんか、化粧をしてるかしてないかぐらいになるんですよ。これ塗ってなかったら。うん、薄くなるから、いつも、え、今日どうし、次。次、やっとです。パウダー。ちゃう。筆使います。この、ピンクベージュみたいなを塗っていきます。うん、これは、幅広く、この上まで塗っていきます。ぼかす感じで。うん。ぼかす感じで。はい。じゃあ次。次はこっちです。こっちの、この、これどっちかというとマットタイプなんですけど、この左上のブラウン、ちょっと薄めのブラウンを使って、この下を塗っていきます。で、これ、なんていうの？なんか、目頭。目頭って目尻。目尻やな、逆やな。続いて私の場合ね、この真ん中のちょっとラメあるやつを次に加えます。でちょっとだけ明るくします。でちょっと明るく、はい、こんな感じで、次最大のこの涙袋をこのルナソルに戻って、ルナソルの右左下にこれをあんま塗りすぎたらちょっとブクブク言うたり見えるから、あるもんね、元から結構しっかり。そう、涙袋はねちょっとありますね。でマスカラは下地をまず塗るんですけど、私の場合これはドンキで買いました。 DQ ツインマスカラっていう下地。へー、初めて見た。まず白のところ、これマジで伸びる。ちなみに仕事の時はこれ塗らない。遊びに行く時だけ気合が入ってる。そうです、気合が入ってる。はい、デジャブ、うん、これも結構定番ですね。デジャブマジでいい、伸びる。なんかボリュームっていうよりかはロングタイプ、長く見せるタイプ。こんな感じになってる。カール、結構カールになってるから、あのフィットするんですよ、塗る時も。なんかここにアイシャドウついてない？え、取ってください。ほくろ？え、アイシャドウじゃないの、ね、これ違う？うん、失礼。で次は塗っていきます。さ、緊張するよね。緊張する。唇に色なさすぎやろ。はい、じゃあ次下も塗っていきます。はい。でちょっと私はおすすめポイントはここで乾かします。若干ね、マスカラをね、うん、その間にアイラインを塗っていくんですけど、私はブラウンアイラインを使ってます。1個はフロインメイクなの、よくダークブラウン、うん、でこっちはメイベリンかな、メイベリンのハーパーシャープライナー R のブラウン2番を使ってます。髪色に合わせる。
今乾いたのでこの資生堂のマスカラで塗っていきます。じゃあ上げていきます。こんな感じです。はいですね。で今塗ったからついて上げたから絶対にアイラインが取れてるの。だからプラスでもう一回って感じでほしい。上げてから上げてから塗るのに大変なんですよ。らしいです。はい、こんな感じです。でこのチーク、これもずっと使ってますね。これ5年以上はずっと愛用してる。なんかパープルっぽいチーク、あんまりオレンジっぽいチーク合わなくて肌に。だからちょっとピンクっぽい、明るいピンクっぽいのが好きで探してたら、まさかのプチプラのこんな感じかな。あんま塗らないかな。塗ってる方がちょっとだけ高いやつ、100円ぐらい高いやつ、うん、の上に、いつものメイクやったらこっちかな、リカフロッシュとロムアンドを2個持ちしてます。でリカフロッシュはマジで取れないし、結構濃いから色しっかり入る。もう優子に乗った。でロムアンドはちょっと薄め、だから重ねたりとかするタイプですし、確かにね、ここがねちょっと緩いからすぐにね、なんか漏れちゃうのが作るので可愛いから、パッケージも圧倒的に可愛いけど、うん、ってな感じで一応メイクは終わったんですけど、なんか足りないとこありますか？いや、いいんじゃない。でも分かる、でも本当に違うよね、なんか 人ってメイクの仕方が、はい、なんかちょっと見てもらえますか。ナチュラル、ナチュラル、本当ナチュラル、こんな感じです。はいはい、こんな感じで、デイリーメイクを今日はやってみました。違うメイク、そのお出かけメイクとか、なんか美容部員がいるので美容部員が使ったメイクとかもやっていこうかなと思うので、よかったらそれも見ていってください。ではバイバーイ